ですが、ウクライナの状況を考えてみると、まさに77年前にありったけの地獄を集めて、その悲惨な状況にあったといわれる沖縄戦を二度と、県民をそのような状況に追い込んでも立たせてもいけないというのは明白だと思います。そのことから、平和こそ暮らしの基盤ということを、今まさに本当にこれからの将来のことを真剣に考えれば、なお一層その思いも声も行動も強くしていかないといけないのではないかというのが、私の偽らざる気持ちです。台湾有事、それは日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもあります。この点の認識を北京の人々は、とりわけ習近平主席は断じて見誤るべきではありません。もう打撃力を持つ、反撃力を持つというのは、これ当然のこの時代には要求されることであって、これは戦争をしようということではないんです。彼らが必